はい、どうも、始まりました、もっちゃつチャンネルです。さてさて、もう目がやばい状況ですけども、はい、まあね、 YouTuber は全てがコンテンツになるとはよく言ったもんですが、まあ今謎の、はい、病なの怪我なの分かんないものに苦しんでおります。非常に、あ、これじゃないです。はい、皆さんね、多分こっち、これは謎じゃないです。スタイ。このモーライです。これ英語系チャンネルなんで一応言っときますけど。はい。まあアメリカでね、しょっちゅう使った言葉なんで、あ、そうそう、私コンタクトレンズですぐ物もらいになっちゃうっていうので、しょっちゅう使ってた言葉なんですけど、まあその後ね、結局カナダでレーシックしたんですけど、久しぶりに物もらいにはなりました。で、まあもうこっちじゃないんですよ。これは今ね、薬飲んで目薬さしてやってるんですけど、それじゃないんですね。別のものに苦しんでおります。これが、まあ、左、気になっちゃうよね。こっち向いてればいいか。なんですけど、まあ、結論から言うとですね、ここの感覚がないんですよ、今、この親指の。麻痺してる状況ですね。と、ここですね。で、麻痺っていうので、どういうことかっていうとですね、まあ、感覚が多分分かりづらいと思います。自分もこれ初めての経験なんで、よく分かってないんですけど、いわゆる、まあ、皆さん、歯医者行って麻酔受けたことある人だったら、あの感覚ですね。あの、歯抜くとき、まあ、僕も親知らず抜くときにね、麻酔何回も打って、それで感覚がないっていう状況で、歯抜いたりしたんですけど、あの時の感覚ですね。だから、なんか当たってるっていうのはわかるんですけど、こうやってやると。でも、感覚がないんですよ。だからこう、消しゴムこうやってやると、何かは当たってるんだけど、麻痺してる状態ですね。この辺も麻痺してますね。完全にこの親指の外側っていうんですか、が麻痺状態。で、これがもう1週間よりも長いかな、続いてるんですよ、ずっと。で、まあ、どうしてこうなったのかっていうのも、すごくて、僕って鍵をですね、財布に入れてるんですね。こんなもう高校の時からなんで、ずっと鍵を入れてるんですけど、初めてですよ。鍵が、ね、こう財布に指を、小銭入れに入れてるんですけど、指入れた時にですね、上を向いてたんですよ、鍵が。で、刺さったんですね。ここに、本当に、ぐさって。で、いったーってなって、やばーって思ったんですけど、すごい痛いけど、何だったかな、なんか仕事してたかなんかで、外だったんですよね。それで、血は出るけど、まあいいか、みたいな感じでほったらかしといたんですよ。そしたら、血は止まって、はい、大丈夫だったんですけど、次の日からおかしくなったんですね。で、最初は、もうなんかこう、寒い、手が冷たくて麻痺してんのかと思ったんです。でも、ずっとその麻痺状態が消えなかったんで、あ、これはおかしいなと思ったら、やはり案の定麻痺してる状況です。左手は全然大丈夫なのに、右手はずっと麻痺してるみたいなのが続いてる。で、動かせはします、動かせはするんですけど、痛みは時々ありますが、寝てると痛くて起きたりすることはあるんです。こう手を伸ばすと、あ、今ゆっくりだと大丈夫なんですけど、早く伸ばすとビリッビリビリビリってくるんですね。しびれがドワッときて、うわーっていう感じになるんですよ、本当に。だからこう動かせるけど、すごい変な感じです。なんかこの外側だけが感覚がない状況なんで、変な感じなんですよ。で、まあさすがにこれずっとな状況で、まあただ共通テストあったんで、まあ速報動画出したりとか忙しかったんで、ちょっと病院行けないなっていう感じだったんですが、まあ昨日やっとね、速報動画も終えたんで行ったんですよ。今日の朝行ったんですけど、そしたら午前中閉まってたんですよね。もう外科が、午前はやってません、午後からですって言われて、うっそ。で、午後受付したら、そう、状況説明したら、そう、外科じゃないかもしんないですよねって言われて、整形外科かもしんないですねって言われて、サージョンじゃないの、外科、サージュリーね、手術と同じですけど、はい。でも整形外科の方は今日は休みなんでって言われて、オーソピーディックスでしたっけ整形外科休みですって言われて、で、しばらくちょっと待ってくださいって言って待ってて、で、看護師の人が出てきて、ちょっと外科の先生に聞きたいんだけど、今手術中でできないんで、見してって言って、あー、これ、血出てないし、この傷がついてないから、外科ではできないと思うって言われて、そう、今、傷があって、出血してるとかだったら外科で見るんだけどって言われて、この話もさっきオンライン英会話で話してたら、じゃあその場でズバーって切って、ほら、もう見なきゃダメだろってやればよかったねって言われたんですけど、アメリカ人に。そう、それで、整形外科か、もしくは、神経内科に行かなきゃいけない。まあ、神経がね、なんか、おかしいのかもしんないから、もしくは、リガメントがおかしいかもしんないからって言われて、人体か、リガメントって、がおかしいかもしんないみたいなね、そういう話になって、でも神経内科って、基本的には脳のやつだからね、っ
って言ってて、あ、そう、内科って言ったらほら、ね、内科医フィジシャンじゃないですか。それで内科自体はインターナルメディシンって言うんですけど、神経内科、ニューロロジーだもんね、そもそもね、神経内科って。そう、ニューロロジーって、これ結構受験の授業で教えてるとき、ニューロロジーとかって出てきたときに神経っていう風に思うと思うけど、脳のことだと思えってよく教えてるんですね。で、あ、当たってんだって思ったわけですね。そのナースに言われて、やっぱ教えてたことは正しかった。そう、基本的には脳のやつだからね、神経って、って言われて、だからやっぱ手の専門の外科医に見てもらうことをお勧めするって言われたんですよね。で、まあ、神経内科も整形外科も今日休みなんで、で、かといって明日ももう予約いっぱいで、もう無理だからって言われて、午前に行って帰ってね、タクシー使って行って帰って、午後にもタクシー使って行って帰って、何の収穫もないまま帰ってきました。なんでちょっと分かる方は教えてください。私は一体どこに行けばいいんですか？それやっぱその本当に手の専門の外科に行った方がいいの？それとも整形外科に行った方がいいのか？それとも神経内科に行った方がいいんですか？教えてください。もう、すごい変な感じの苦しみをね、ずっと味わってるんですよ。その、だから、無意識の時に、こう、服とか着て、ベヒってなる時が、すごい、うわってなる。いたってなるから、多分、服着るのとかが恐怖になるんじゃないかなと思いますね、これね。今後。ガードほら、ボタンを押したら電気ショックを受けるラットみたいなさ、ああいう実験をね、受けてる感じで、それ、ボタンを押すのが恐怖になっちゃうってやつみたいなね。そういう刺激と反応の強化とかね、心理学とかでよくやるやつですけど、そういうのがちょっと起こりかねないなと思ってて。だから普通に生活はできてはいるんですけど、やっぱりね、ところどころ痛、いきなりビビリビリ、そう。歩く、風切って歩くってあるじゃないですか。そう、歩いてると風をこう手にヒュンヒュンヒュンって感じる時ってありますよね。わかんないですかね。それが痛いんですよね。普通だったら、あ、なんか風切ってて、ふわーんとしてて、なんかいい感じとかって思って子供の時よく歩いてましたけど、それも痛いし、あとはやっぱそうですね、寝てる時に目が覚めちゃう。痛くて。っていうのが結構あったりするので、どうしたもんかなと。どうしていいのか本当にわかる方いたら、よろしくお願いします。はい、まあ、とりあえずその大きい病院に行ったんですけど、まあもう金曜までは空いてないからって言われて、言ったんですよ、金曜までで大丈夫なんですかね。もう1週間やってて本当は動かしちゃいけないとかっていう状況とかもあり得るかもしれないから、でしかもどうやって検査したらいいのかもよくわかんない、レントゲンでわかるもんじゃないでしょ多分ね。だからどうしたらいいのかわからないですけど、うん、だから病院が、まあその看護師さんも、うん、みたいな感じだった。本当にどうしていいかわかんない状況なんで、ぜひ教えてください。不思議な、ここだけ本当に何も感じないいうような、ね、感覚なので、はい、ぜひともよろしくお願いします。本当にそのままね、働いてていいのか、動画編集とかもやってていいのか、それだけがとても不安なんで、まあ本とかもね書いてるんで、それ打ち込んだりとか大丈夫なのかっていうのが心配なんですよね。そういうことでした。まあもしかしたらそれで、まあ金曜日行ってダメですって言われるかもしれないんで、もう働いちゃいけませんってなったら、本当ちょっと一旦動画ストップするかもしれません。まあちょっと怖いなっていう感じです。まあ一応大きい病院に行ってきたんで、そう、小さいところに行ってね、前に、まあ当時いた頃にね、類動炎っていうのにかかってた時に、ちっちゃいお医者さんだとわかんなくて、類動炎ってものが、眼科をいくつも行って、9ヶ月間ほったらかしだったんですけど、でっかい病院の眼科に行ったら、一撃、もう一瞬で治ったってことがあるので、はいはいはい、これねって言って、で、手術みたいなのね、ガリッってやられて、一瞬で終わった。本当に一瞬でしたからね。っていうのもあったりするので、大きいところに行ってはいるんですけど、はい、ぜひともご意見、お聞かせください。はい。よろしくお願いします。あー、このぐらいもしんどい。はい、ということでした。まあ、これからちょっとしばらく、過去に撮った動画じゃない場合は、この、ものもらい状況ですけども、そういうことなんだなと思ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.